お前たち生きがいい晩飯がいるんだ。料理するのを手伝ってくれ。どんどん敵が増えてきた。帰り道が塞がれたぞ。兄さん、エマージェンシー、エマージェンシー、落とせよ。ちょっと目を離した隙にピンチに陥っとる。応急の扉を解錠した。みんな中へ入って扉の情報を書き換えて闇の侵入を妨害する。了解。みんな退散するよ。ディナーが逃げるぞ。おえおえ。扉の情報を解錠不可に更新と。ホルト、現状確認。はぐれた人はいないし、重傷者もいないよ。サポートありがとう、兄さん。助かったんだぞ。ずいぶんと暗いな。外ではもう日が落ちたのだろう。王宮なのに誰も明かりを灯す者がいないのか。確かに近衛兵どころか使用人一人見当たらないのも妙だな。もうジャック君、ああいう時は適当にヘラヘラして切り抜けんのが賢いんすよ。なんでできねえかな。だけど舐めた態度取られたままじゃいられねえよ。メンツで腹は膨れないっすよ。あとセベク君も。ふん、己の教授を守ったまでだ。僕は謝らないぞ。それで結局ピンチに陥っていては意味がないじゃないですか。王よ、どうか民の声に耳をお傾けください。このままでは我が国は荒廃の一途をたどるばかり。聞いておられるのですか。なんだこの声。廊下の奥の方からっすね。行ってみましょう。緑豊かであった土地は枯れ、民は上に苦しんでおります。やめろキファジ、お前の小言を聞いていると本当に気分が滅入る。どうしても口が閉じられないってんなら歌でも歌ってろ。俺が楽しくなれるような明るい歌をな。では幼い頃のように輪になる世界の歌でも歌って差し上げましょうか、レオナ陛下。よせやめろ、その歌だけは聞きたくない。あれはレオナ・キングスカラーさん。レオナさんが夕焼けの草原の王様になってる。それってまさか。レオナ陛下、もうこの国を救えるのはあなた様だけなのです。長く病に伏せっておられた前王が崩御され、後を継がれたファレナ殿下ご一家も不慮の事故で。言うな、あれは悲劇だった。兄貴だけでなく幼いチェカまで。思い出すだけで涙が出そうになる。ええ、そしてあなたは悲劇と混乱の中で王となられた。気乗りしなかったが仕方なくな。私は悲しみを乗り越え新しい時代の夜明けに向けて突き進む。平和と繁栄のため民と手を取り合い、栄光ある未来への道を切り開いていく。あなたは戴冠式の日そうおっしゃった。あの言葉は嘘だったのですか。嘘。約束通り未来への道を切り開いてやっただろう。スラムを一掃して再開発、国内に埋もれていた地下資源を掘り出した。それで稼いだ金をもとにインフラ整備もそれなりにしてやったじゃないか。専門家の忠告や国民の反対を無視し急激な開発を進めた結果、この国はどうなりました。緑は枯れ、水は汚れ、動物たちは気失せた。もはやこの国には食べるものも水もない。これのどこが栄光ある未来への道なのですか。うるせえな、
俺は親父やファレナとは違う。古い慣習やしきたりにしがみつくバカどものご機嫌伺いなんぞ。この先も一生しねえからな。レオナ陛下、お言葉が過ぎますぞ。確かに陛下のお考えになった開発計画は革新的なものばかりでした。しかしそれはあくまで机上の空論。今のこの国で再現可能なものではなかった。そうだ、俺の計画自体は完璧だった。完璧だったはずの計画を台無しにしたのは誰だ。脳無しの国民どもだろうが。脳無しのくせに俺がやることなすことに文句ばかりつけやがって。陛下、人間はチェスの駒とは違うのです。能力も性格も千差万別、打ち手の思い通りに動くものではない。あなたは王としてそれを理解し寄り添わねばならなかった。はあ、無能に寄り添う冗談だろ。俺がやるべきことは全部やった。あとはてめえらで何とかしろ。バカの尻拭いなんて絶対にごめんだね。全てを諦め投げ出すとおっしゃるのですか。人聞きが悪いな。俺は諦めるつもりも投げ出すつもりもないぜ。そうだな、もし俺の理想を完璧に遂行できる有能な奴らが現れたら、その時は指揮してやってもいい。無能な奴らの相手はもうたくさんだ。無能無能とおっしゃいますが、陛下がご自分以外を有能な人材と認めたことなどただの一度もないではありませんか。待っていても事態は改善しない。怠惰に横たわっていないで行動なさいませ。あなたについていけず家臣たちは皆王宮を去りました。古臭い空気が入れ替えられて清々したぜ。代わりに雇われたのは素性の知れぬゴロツキどもばかり。奴らが町でどんな行いをしているかご存じないとは言わせませんぞ。俺は仕事がない奴らに仕事を用意してやっただけだ。家臣の教育はてめえの仕事だろ、侍従長殿。素直に指導に耳を傾けてくれるものでしたら私も苦労しないんですがね。それなのにあのハイエナどもと来たら。なんだこの騒がしい声は。王宮の外が急に騒がしくなったな。窓から外を見てみるんだぞ。この国はもう終わりだ。ここには何一つ残ってない。夕食どころか残飯のかけらもありゃしねえ。これならのんきなファレナ王の方がマシだったっせ。そうだそうだ。民衆は口々に不満を叫んでいるようだ。おい、王宮の外の群衆の中にラギー先輩がいるぞ。うわ、マジだ。近所に住んでるガキンチョや姉ちゃんたちもいる。あれは NPC、 レオナ・キングスカラーさんのイマジネーションによって作り出されたラギーさんだね。レオナ王の実力などバレナ王の半分にも及ばない。そうだそうだ。自然を返せ。俺たちの国を、飯を返せ。もう王様なんかいらない。いらない、やばい。うぜえ奴らだな。そんなにこの国が嫌なら出ていけばいいのに、文句ばっかり言いやがる。なんということ。民あっての王ですぞ。所詮イボイノシシ以下の知恵しか持たない奴らだ。俺が意見を聞いてやる価値なんかねえだろ。レオナ陛下、あなたは幼い頃から非常に聡明であられた。ですが効率ばかり追い求め、人心をないがしろにした結果がこれです。王様なんかいらない、いらない、いらない。はあ、うっせえな。これじゃ昼寝もできやしね。外の奴らを黙らせてこい、キファジ。王の快適な暮らしを守るのが侍従長であるてめえの仕事だろう。俺はやりたいようにやる。この国の王はこの俺なんだからな。偉大な王レオナ陛下の仰せの通りに。目障りだ、さっさと行け。なんかやべえことになっちまってんな。これはかなり複雑な状況だね。一度情報整理をしなくちゃ。ああ、
だがここにいるとまた近衛兵たちに見つかるかもしれない。どこか安全な場所はないだろうか。だったら俺がいいとこ知ってるっすよ。おお、随分と洒落た店だな。オートで一番高級なホテルのレストランすからね。何？そんなところに来て大丈夫なのか？もちろん。だって支払いはシュラウド家が持ってくれるんでしょ。前にレオナさんから聞いたんすや。シュラウド家はあのジュピター財閥の分家ですんげえ金持ちだって。その情報は間違いではないし、夢の中だからどれだけ食べても問題はないけど。俺ここで腹いっぱい食べるの夢だったんすよね。肉料理が絶品って噂で。なに肉？俺様も食べたいんだぞ。あ、お姉さん、この店にあるだけのごちそうをテーブルいっぱい持ってきてほしいっす。申し訳ありません、お客様。本日メニューの食材をすべて切らしておりまして、入荷予定も未定となっております。やっぱり。さっき王宮で聞いた話によれば、この国は今食糧難に陥っている。高級ホテルも例外ではないはずだよ。お客様のおっしゃる通りの状態で、お水すらご用意できず申し訳ございません。せめてお席はご自由にお使いくださいませ。そんな、ただ飯を腹いっぱい食べてやる予定だったのに。肉どころか水もないなんて。俺様たち、この夢にいる間は何を食べればいいんだぞ。まったく、のんきな奴らだ。食事の心配をしている場合ではないだろう。セベクさんの言う通りです。早急にレオナさんを夢から覚ます方法を考えなくては。レオナ先輩、学園に通っていないどころか、まさか夕焼けの草原の王様になっちまってるなんて。しかも無茶な開発で国はめちゃくちゃ、民衆に王様はいらないってデモまで起こされちゃってる。まあらしいっちゃらしいっすけど。ステュークスで行った検査の中で、レオナ・キングスカラーさんは夢が夢だと気づきやすいタイプだって結果が出てたはず。なのに今の彼はこれを夢だと気づいていないばかりか、かなり深く夢にふけっているみたいだ。気づきやすいタイプってだけで 100% の確率で夢だと気づける人間はこの世にいない。しかもこれはただの夢じゃなく、マリウス氏の作り出した魔法領域によるもの。シルバー氏みたいな特例以外は自力で覚醒するのはほぼ不可能でしょうね。だがやはり変だ。マリウス様の魔法が見せる夢は夢の主にとって幸せなもののはず。なのになぜレオナ先輩は家族を失い、さらに国民に憎まれる王になる辛い夢を。ええ、この状況が彼にとって幸せだとはとても思えません。夢の中なんだから、少々無茶でもレオナ先輩の開発計画は大成功しててもいいはずだよな。そうっすよね。なんでレオナ王最高、王様万歳って夢じゃねえんだろ。これは仮説だけど、レオナ氏の夢はサンドボックスゲームみたいに構築されてるんじゃないかな。サンドボックスゲーム？あ、サンドボックスゲームっていうのは、その名の通り砂場遊びみたいなゲームの総称。 RPG とか FPS みたいに決められたストーリーやタスクをこなすんじゃなくて、自分で自由に遊び方を決められるんだよ。ブロックを積んで城や遊園地を建設してもいいし、危険な火山を冒険してレア鉱石を掘りまくっても、家畜を育てて増やすことに命を懸けてもいい。そうやって自分だけの世界を構築していく。それがサンドボックスゲーム。なんだそれは、まるで子供の遊びではないか。子供の遊び？
おやおや、セレク氏はご存じないんですな。サンドボックスゲームにかなり高度なシミュレーション要素が含まれていることを。確かに若年層にも人気高いけど、ドハマりするのはむしろ凝り性の大人って言われてるんすわ。プレイヤーは自分のサーバーの中で自由に世界を想像できる。でも想像すると環境破壊や資源の枯渇もセットになってくるシステムなんだよ。資源を過剰に採取すれば再生が困難になるし、予期せぬ崩落や自然災害だってある。外敵が侵略してくることもあるから、防衛手段も考えなきゃいけない。農業や工業の自動化、インフラの整備、ロジスティクスとそれに伴うリスク回避、やろうと思えばいくらでもやり込めるわけ。ただ現実のサンドボックスゲームは PC やゲーム機の性能による制限と限界がある。でもマリウス氏の魔法領域内ではイマジネーションさえ働かせれば、超リアルなグラフィック機能と物理シミュレーションで没入感満載のゲーム体験が約束されてる。自分のイマジネーションが尽きない限り、無限に創造と破壊の体験ができるんだ。そんなん頭がいいやつほど絶対ドハマりするでしょ。大体のシステムはつかめてきました。しかし夢の中を自由に想像できるなら、環境破壊や民衆からの反発などを制御することも可能なのでは。現実のサンドボックスゲームでも敵が登場しなかったり、無限に資源やアイテムを手に入れられるモードは存在するけど、レオナさんが選択したモードはよりリアルな環境シミュレーションなのかもしれない。フロイドの夢とは違い、何でもうまくいくようにはなっていないということか。いや、急速な都市開発には大きなリスクが伴うことを彼は明確に理解していて、それがリアリティとして自サーバーに反映されている状態なんじゃないかな。オルトの言ってることの意味はわかる。でも余計わけがわからなくなってきたぜ。リスクを予見できていたなら、なんでレオナ先輩は無茶な計画を実行に移しちまったんだ。それは本来我慢すべきことを我慢せずやっちまってる気がする。え？どういうことなんだぞ。なんつうか、やめた方がいいよなって思いながら食う夜中のピザって、その背徳感込みですっげーうまくないっすか。わかる。兄さんも僕に怒られるって分かっていながら真夜中にインスタントラーメン食べてる。冷蔵庫で寝かせて味を染み込ませてる最中の洋梨のコンポートのつまみ食い、どうしてもやめられねえんだよな。夜中にキッチンに忍び込んで食べるツナ缶ってなんでかわかんねえけど、昼間に食べるよりうめえんだぞ。なんと意地汚い奴らだ。僕はそんなことはしないぞ。夜中にキッチンに忍び込み、朝食用のバゲットを2本も平らげて母君に叱られたのを忘れたのか、セベク。ば、それはまだ子供の頃の話だろ。夜中のドカ食いなんか体にいいわけない。なことは誰だって頭じゃ理解してんすよ。それでも誘惑に抗えないことってあるじゃないすか。わかります。売上データの入力作業が終わった後に食べる深夜の唐揚げほど美味しいものはない。つまりレオナさんは環境破壊や国民からの反発は織り込み済みで、我慢せず自分の好きに振る舞う快楽と背徳感に浸っている。ラギーさんはそう言いたいんですね。断言はできないっすけど、悪いことすんのが好きな王子様なのは間違いないっすから。それがレオナ氏の場合はつまみ食いじゃなく一国の改革ってところが厄介っすな。しかも奴は好き勝手開発を進めた後うまくいかなくなったからと投げ出している。王として最悪の所業ではないか。家族を亡き者にしてまで王になりたかったのだろう。なのになぜ責務を放棄する。正確な理由はわからないけど、原因はいくつか思い当たる。拙者レオナ氏の夢に入った時に違和感を覚えて調べ物をし始めたでしょ。あれレオナ氏のイマジネーションが構成してる夢の範囲を調べてたんすわ。もしや
夢の持ち主と離れすぎると夢が崩壊し深淵に飲み込まれてしまうあの現象について調べたのか。あれってプロシージャル生成みたいなもんなんだよね。例えば一般的なゲームではマップがデータとしてあらかじめ用意されているけど、そうでないものもある。プレイヤーが移動するたびアルゴリズムに基づいてプレイヤー周辺に自動的にマップが生成されるんだ。夢もそれとほぼ同じシステムで、夢の主のイマジネーションが行き渡ってる場所のみが生成されてる。で、意識から外れてる部分は具現化してない。だから夢の主と離れすぎると行き止まりになってたり、深淵が口を開けてたりする。でも調査の結果、レオナ氏の夢はマップの生成範囲がとんでもなく広いことが発覚した。ほぼほぼ夕焼けの草原全土が常時生成され続けてるんだ。そっか、国レベルの経済やインフラ全体をシミュレーションしているんだから、国土全体に生成範囲が及んでても不思議じゃないよね。きっと最初は立案した都市開発がサクサク進んで最高に楽しかったんだと思うんだよね。でも大風呂敷を広げた結果、生まれたのは膨大な作業、枯渇する資源、食料、そして湧き続けるトラブル。そうなってくると何から手をつけていいんだかわからなくなり、モチベが下がり続け、これもう完成するの無理じゃねってなって全部放置みたいな。うわー、すっげーレオナさんっぽいっす。マジフト大会の時も同じようなパターンだったよな。失敗することはうすうす気づいてた。それなのに彼は遂行することを選んだということですね。なんというか非常に面倒くさ、いえ複雑な人だな。ああ、それゆえかレオナ先輩の夢の作り込みは非常に複雑かつ成功だ。少々ショックを与えたくらいでは目覚めさせるのは難しいだろう。そうだな、セレクみてえにポカッとやられただけじゃレオナは目を覚ましそうにねえんだぞ。いちいち僕と比較するな。ではどうやってレオナ先輩を目覚めさせる。コントローラーを取り上げるしかないんじゃないでしょうか。コントローラー、彼が巨大なサンドボックスゲームをプレイしていられるのは国の全てをコントロールできる国王という立場だからです。ですからどうにかしてコントローラーを取り上げてしまえば、彼は嫌でもサンドボックスゲームをやめざるを得なくなる。確かに、それができれば強制的に現実に引き戻すことができるかもしれない。なら王様を玉座から引きずり下ろすしかない。でもどうやって。過去の歴史では王を追放するには革命を起こし新しい王を立てるのが定石だ。うーん、細かいことは抜きにして、なぜか生き延びていたチェカ君がおじたんただいまーって登場したら一発なんすけどね。それだ。でもこの夢の中じゃあの子はもう世界最先端のステークスの技術を舐めてもらっちゃ困るな。現実のチェカさんの写真から 3D データを作成してホログラムで出力をすれば。勝手にそんなことしていいのかよ。現実でやったらかなりまずいと思うけど、ここは夢の中だし、そもそも夢の中とはいえ勝手に存在を抹消してる方が倫理的に問題があると思わない？おっしゃる通り、グーの音も出ないっすね。よし、ステュークスからチカさんのダミーデータのダウンロードが完了。出力するよ。これが夕焼けの草原のチェカ王子か。初めて見たが、まだこんなに幼いんだな。マジフト大会の時に学園に遊びに来てたんだぞ。保健室でレオナの腹の上に乗っかって大騒ぎ。ん？オルト、チェカのやつさっきから全然動かねえんだぞ。どうしたんだ？実はステュークスの技術をもってしてもこの短時間で作り出せたのはビジュアルの 3D モデルだけなんだ。え？
以前のオーバープロット問題で全在校生を調査済みのナイトレイブンカレッジ生と違ってチェカ氏は他国の幼い王族、今までと同じようにサクッと作れって方が無理。音声や行動パターンのアルゴリズムを組み込んで自律行動をさせるにはデータが不足しすぎてて、つまりこのチェカ王子は全く動かないマネキンということですか。あんな自信満々だったくせにポンコツじゃねえか。もうみんな文句ばっかり言わないでよ。時間がない中ステークスのエンジニアたちだって最大限頑張ってるんだから。しかし動きも喋りもしないのではすぐに偽物だとカンパされてしまうぞ。それもすぐにバレるだろう。せめて魔法で操るとか。ん？魔法で？操る？王様もハイエナもみんな俺のお友達、ラフビズミ。おお、チェカ王子のダミーデータが本当に生き生きと動き出したぞ。本当に愛くるしい子供の動きだ。少し離れた場所で全く同じ動きと表情をラギーさんがしていると考えると微妙な気持ちにはなりますが、マジフト大会の事件の時はなんと卑劣なユニーク魔法だと思ったものだが、見事な手腕ではないかラギー先輩。みんなして褒めてんだかけなしてんだかって感じだけど、まあどうもっす。でも俺の魔法の継続時間はもって数秒、データは無抵抗だし連続してかけることもできなくはないっすけど、魔法が切れるたびに動きが止まるからかなりカクカクしてる。本当に大丈夫っすかね。移動はジャック君に狼になってもらって背中に乗せてもらえると助かるな。それはいいっすけど、ワンパクなチェカ王子がずっと無言なのはさすがに違和感があるぜ。ここはやはりチェカ氏に会ったことがあるラギー氏にモーションだけでなく音声も担当していただくべきなのではありませぬか。チェカさんのモデルに遠隔操作対応の小型スピーカーを搭載することは可能だよ。ちょっとあんたら俺のことこき使いすぎじゃないっすか。つうかさすがに無理あるって、俺とっくに声変わりしてんすよ。まだオルト君の方が適役でしょ。僕チェカさんがどんな人物像か知らないもん。行方不明になっていた間に声変わりをしたことにすれば問題ないんじゃないか。子供の成長は早い。目を離したほんの一瞬で驚くほど成長すると父も言っていた。ほんの一瞬で声変わりするわけないって、何年子供から目離してたんすか。今は一刻を争うのだ。覚悟を決めろラギー先輩。ラギー先輩、ここまで来たら腹くくるしかないっすよ。どうして俺が。ああもうこうならやけだ、やってやろうじゃないっすか。俺のユニーク魔法で革命を起こして世界をひっくり返してやれ。